鍋島吉重は、江戸時代前期から中期にかけての大名。日前国佐賀藩四代藩主。漢文四年、二代藩主、鍋島光重の次男として誕生した。署名は則りる。はじめ王子、神大直長の婿養子となって、神大家を相続し、直都市に改名した。熊代市はもともと、畜後国にて大宮寺を務めたという名族で、 熊代勝都市の着男勝吉が、鍋島直重の弟、小川信都市の子、内領を養子として迎えて以来鍋島一門と、化しており、佐賀藩の家老を務めていた。家よから常親、常里、常船と続いた後は、鍋島本家から養子を迎えることが続き、常里が勝重の娘を妻としていた縁により同じく、勝重の子である直長が、そして、 直おとが人代家の当主となった。しかし、三大藩主となっていた兄、綱茂には男子に恵まれず、後取りがいなかったため、法永2年にその養子に迎えられた。吉茂も同様に子がなかったため、人代家は弟の熊代正剣が相続した。法永4年、綱茂の死去に伴い家督を相続した。また、五大将軍、 徳川綱吉の変記と鍋島家の通じにより、吉茂に改名した。財政難の中、見音が遺送を破却し財政改革に取り組んだ。また、15組の軍組織を整備、年譜類の編纂事業を行う。教法11年の火災で、佐賀城が消失した。教法15年、死去、享年65。反主在人中も婚ができず、死の前に、 弟の熊代正賢県を呼び戻して、聖死としており、吉茂の死後は、自家県改め鍋島宗重はが家督を継いだ。ありがとうございます。